ブスブスバイト、バスカスバスカス。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、やっていこうか。ご紹介する商品はこちら。はい、じゃじゃんとね、はい、グランチスタからルフィ、ワンピースからルフィが出ましたね。いや、これめっちゃ良さげなんだよね。で、また例のごとく顔パーツがついてます。はい、まあ、ちょっと取っ替えのにめんどくさそうだけどね、で、その顔表情がこちら。いや、これめっちゃ笑顔、これルフィって感じするよね。いや、これはいいね。これすっげーよくできてそう。はい、ということでね、まずはね、箱から出してね、ビニールがどういう感じか、見てみましょう。はい、ということでね、開けたらね、上と下でブリスターがついてますね。さすがグランジスタで、ここがパテントね、頭部は別で入ってますね。はい、頭部と台座が、はい、頭部と台座と顔パーツで、こちらが本体。はい、でブリスター、こういう感じで入ってましたね。はい、では早速ね、組み立てちゃいましょう。はい、組み立て終わりました。見ていきましょう。はい、と、はい、ちゃちゃじゃん。あの一発目からね、にっこり顔で、組み立てちゃいましたけれども、まあね、最終的に普通の顔で飾ろうとしてるんでね、めんどくさいんで最初ににっこり顔を見せようかと思いまして、はい。いやーねー、これほんと出来いいですよ。マジやばいっすね、これね。ちょっとこうね、縫い目とかあるんですよ。ちょっと麦わら帽子のこのね、三本傷のこの縫い目とか、すっげえ細かいよね。いやー、すげえ、いやー、もう顔もねめっちゃいい。この笑顔、満面の笑み、素晴らしいよね。にひひひひ、いやー、すっげえ出来。いや、これやばいね。いや、これはすごい。いやー、じゃあ早速ね、頭部を、頭部つうかね、顔のパーツを、別パーツに変えてみましょう。はい、ということでね、顔パーツ差し替え終わりました。いやー、これ最高だね。いや、こっちの方がスマイル検知するね。さっきの全然しなかったけど、いや、これはいいね。やっぱこう口角が上がってるからかね、スマイル検知はね。いや、これ素晴らしいね、ほんとね。いや、このなんともいい表情、ルフィっぽいね、ほんとね。いやー、これはいい。いや、ほんとすごいね、グランジスタって。いやー、頭部のこのね、差し替えパーツとかもあるっていう時点で、ほんとなんか、ボリューム的にも、プライズでいいのかっていう感じしますよね。いや、これは素晴らしい。塗装とかもね、すっごいんですよ。もうグラデーションとかこうね、ウォッシュ感っていうの、ジーパンね。いや、すっごいよね、細かい、本当に。
すっごいこうちゃんと裏のねわらじのこの感じとかもねすっごい表現されてるし、すげえわこれマジで。ちょっと台座がねほんとねちょっとぐらつくっていうのがねちょっとここ浮くんですよ。なんか一応ね写真、他の写真を見るとね左足についてるんですけど全部、うん、でつけたらねなんかね地面との接地がねあんま合わなくて後ろが浮いちゃうんですよね。かといって右につけると安定はするんですけど正確には左につけるのが正解らしいんで、うん、だからちょっとねこうぐらつくんですよね、うん、だから多分ちょっと地震が来ると多分真っ先に倒れますね他の固定台座つけた方がいいかもしれませんね、うん、ちょっと高い場所に置いたりする時はね、うん、ということでね、まあ短いですけれども今回はね、グランジスタ、ワンピースからルフィを紹介させていただきました、まあねこれからも続々とフィギュア紹介していきますんで、引き続き、チャンネル登録といいねボタン押してください。ではこれにてご視聴どうもありがとうございました。